お世話になっております錦織の雄大とマクとケンタです。お願いします。第1回のみファンのグループチャットを潜入してみたー。錦織には通称お世話係というファンの方々がいらっしゃいまして、今回はそのファンの方々が作ってくださった、LINE のグループチャットに潜入したいと思います。はい、そもそもオープンチャットがあること自体がすごいと。しかもそこにあの40人以上入ってることがね、マジで俺すごいなと思って、うん、俺履歴見てたんだけど結構会話あるんだよね。そう、結構ある。遡れないほどに会話があるから、まだ全然底辺なのにさ、こんなグループ内あるって嬉しい。ということで僕たちは8月末までにチャンネル登録者数10万人を目指しておりますので、まだチャンネル登録しない方がいたら家をフコースラインナウチャンネル登録よろしくお願いします。そして、いつも錦織のために時間を割いてくださっている、視聴者の皆様、そしてファンの皆様、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも錦織の応援の方、お世話の方ぜひよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。お世話、お世話、お願いします。はい、早速、やっていきましょう。はい、まずもうすでに潜入しています。まず僕が三級っていう名前で、かなりわかりやすいね。それ検査級の三級です。で、マック君がカイト。なんでこれ錦織好きな人しかわかんない。底辺 YouTuber ランキングトップ10の第何位かな、まあ、第3位あたりのチョコチップファイブスターズの、一番最後に挨拶したカイト君です。ジュンジ君がシルバーっていう名前でやってます、はいはい、いいですよ。そうですね、底辺 YouTuber ランキングトップ10の第3位あたりかな、はい、のチョコチップファイブスターズのリーダーのシルバーくんです、はい、唯一あの白いタイツが真っ白ので、ケイタくんがオウザクラですね。オウサクラです。オウサクラ、オウサクラ、オウサクラ若干無視されてるからこのグレープラインですね。そうだね、うん、でもお前の画面録画だからさ、うん、あの左上の99プラス気持ち悪いんだよねあれ。お前絶対既読しないタイプの人でしょ。しかもさ、ここさちゃんとノートがあるんだよね。すごいね。でね、しっかりルールがあるの。へえ。一応ルール確認していこう、うん、このルール。まず自己紹介は書きたい人だけで OK、 SNS 交換はダメで、宣伝したいときは管理人に声かけて、まあ、ないと思うけど暴言と差別発言はしちゃダメだよっていう感じ。ああ、なるほど。ちょっと難しいかな、ここは。いや、できるだろ、別に。どこまでが暴言かな。暴言、黙れとかは怖い。バモスは？バモスは OK。あとは自由にバモスからのオフコースラインアウトしようねってことだから。だから、まあ、のほほんと、ファンの方が参加できそうな会話をしていきましょう、まず。はい。でも、ちょっと攻めた方がいいよね。うん、そうだな。そう、ちょっと攻めた方がいい。あ、ごめん。マジで、お前、膝鋭角すぎないよ。フィジリすぎる。あ、じゃあ自己紹介文送ります。はい、お願いします。はい。クリアした、クリアした。チョコチップアイスターのジュニ君でございます。シルバーだ。完全再現してるから。うわ、マジか。はい、お願いします。シルバー、サクサクサク。あ、でも既読さんついてる。反応早いね。いや、既読さんついてる。多分俺ら最初。俺らだけじゃないね。あ、既読4、既読4。4。なんかちょっとそういうことよろしくです。で、ちょっとあの、あ、絵文字ちょっと欲しいんだよね。うざ。そう、ちょっと柔らかくしてほしいけどさ、会話を。絵文字みんな、あ、最近の子はみんな絵文字使ってる。あ、ほんとだ、そうなんだ。最近の子だろ、お前も。最近の子。違うのよ、やっぱ錦織絵文字使わない傾向にあるから。確かに、ちょっと怖いよね。そうそうそう。大阪だとか僕。やばい、もう。だから、絵文字使えっつってんのに、お前、絵文字なんで使わねえんだよ。ちょっと怒ってんだよ、ケイタ、これは。よろしくお願いします、冷てんだよ。お、お、誰だ、誰だ。スタンプ、いや、それ俺で。あ、なんだよ。大阪で。やばい、やばい、誰も来ないってば。これ、ただ錦織のグループラインだ。10時半だから、うん。皆さんの推しを教えてください。ブラジル、ブラジルはね、もうお前もう宣伝しちゃったんだよ自分の。お前さ、そう、俺不思議に思ってんだけど、ツイッターでさ、よくさ、あの投稿するときにブラジルの絵文字使うの、なんで。いや、だからちょ、お気に入りなんだよ。あ、気に入りなんだ。ブラジルの国旗かわいい。も俺も大好きなんだよな、この国旗。表記されてるんだ。まあ、マークマーク、そう、お前自己、すごい古いじゃん、自分さ、そんな。俺はそれ、俺行くよ。いや、お前ブラジルだから、お前ブラジルだから。すごいな。お、来た。
お来た来た来た、はーい、ケイタさんの推し来ました。ありがとうございます。すごい推し、優しいんですよね。ありがとうございます、いつも。あ、え、恐竜スタンプ持ってんの？お、そう、最近恐竜スタンプ使った会話してる人いるんだよね。ガチか。しこりの LINE の動画で、恐竜スタンプ紹介しまして、うん、ファンの子がね、買ってくれるって言ったんだよね、これね。どうしようかな、俺誰推しにしようかな。そうだから発言少ないよ。ケイスケにしとこう。お前違うよ、あれ、あれにしてよ、ケイタ。あ、私はノリチャッタマって言ってよ。固め濃いめでって言って。乗りちゃったま。自分固め濃いめでお願いします。乗りちゃったま、固め濃いめ。じゃあ、一回攻める。一回攻めるか。一回行って。じゃあ、乗りちゃったま。やばい。パソコンの操作が、お前、アナログすぎる。指5本あんのにさ、こいつ、人差し指だけで打つんだ、こうやって。なんか、ちょっと。出過ぎた感出して送信取り消ししとく。大桜はさ、ちょっと俺鳴りを潜めた方がいいと思うんだ、正直。でも通報していいしょ、だって一回。ダメダメダメ。キュッとお前乗りチャーシューとか言いながらお前乗りちゃったもんやん、これ写真。ああ、やばい、もう裏切ってるよ。あ、いや、これ乗りちゃったもん。いや、これちゃったまだよ。え、乗りちゃったまで、乗り5本ついてるもん。あ、そうじゃ、乗りちゃったまだ。え、でもさ、乗り8枚だよ。あの、乗りちゃったまはね、乗り5枚やん。ガチで、うん、乗りちゃったまはいつも5枚やん。ごめん、見落としたら、普通に謝る。次から気をつけてもらえるわ。普通に大阪から食いちゃくなっちゃった。食いちゃったまで。食いちゃったま。滑舌がゴミだ。ちゃったま知ってんの俺ら4人だけなんだって、だから。畳みかけた方が。お、はい、おー、優しい。来ました、よし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 。いやー、これさ、反応得ることによって、お、雄大くんです、来たしゃしゃ優しい反応してくれて、本当に。今、雄大の死が今、雄大と実際に LINE してるっていう、夢のような時間だね。そうじゃん。そうじゃん。お疲れ様です。前回の撮影から1週間経ってしまいまして、まずマーク君が、自宅隔離になりました。今回そのスケートとしてケイスケ君を呼んで、また LINE 潜入していこうかなと思います。よろしくお願いします。今回2日目になってしまったということで、もうちょっと最初から攻めていこうかなと思います。音素材のスクショとか編集してないですから、これとか。前の展開してたよ。今記録級だぞ。今盛り上がってるフロアが。お、ガチ。あー、すごいすごい。でも俺送ってはいるけど。おー、すごいすごいすごい、ありがとう。すごいな、ありがとう。しかもこれあれなんだよね、この子これ全部イラスト描いてくれたやつなんだよね、これ、この写真たち、めっちゃいい子だ。そう、どれも持ってないものばっかりで、お前俺のインスタ見てねえな。じゃあその子今日あげたやつなの、これなんて、アニメのやつなんだよ。どれも持ってないで、俺このライブ写真持ってるからな。どれも持ってないやつの元画像持ってるからブサッそうなんだよ、おかしいだろ普通に。いや、まさきが参加してるもんな今。まさきも来た。いや、まさき来たな。これあのインラインのまさきかな、もしかして。どのまさきで？いや、インラインのまさきで。インラインのウイル好きなまさきかもしれないな。どうしよっかなこれ。え、多分雄大のウイルのまさきだ。やっぱり来たな、お前か。そうでしょう、やばい。お前なのよ。雄大いるのよ。雄大、え、マジで雄大じゃないの？本当に雄大なの彼。これ折れないよ。一旦これで、うん、もうそれでだいぶでしょ。オッケー。バオ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 。ふざけすぎだし。もうバレたでしょ。はい、ということでちょっと時間が空いたんですけど、やっとちょっとだけ反応が来ました。まあ彼らからすると僕たち知らない人なわけなんですよ、うん、Twitter とかでも絡んでない名前も変なやつら、そんなやつがね、いきなりね、お画像くださいとかいろいろ張り切ったところで、まあ、明日の体育祭合唱コンクールとかみんなで頑張ろうって一番陰キャがクラスラインで行ったら見せられるよねっていう話でちょっと頑張ったよね。ちょっとこういう画像とか送ったんだけど、ギリバレてない。そうなんだよね、今んとこ。でもさ、もしかしたらさ、みんなファンで結託してさ、話をなんか面白い方向に持ってってくれようとしてたらさ、めちゃめちゃ笑うんだよ。それはやばいでしょ。そんなことはこの感じが。それはやばいでしょ。おー、来た、畳みかけー、すごい、すごい、本人だ。やばい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 、来ない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 。待って待って、まだダメか、まだダメか、ちょっと待って。え、嘘でしょ、嘘でしょ。俺が頑張ります。今ちょうどオークションが始まってるんですよ。写真のオークション。すごいな、こればっかりは。頼む、頼む、頼む、気づけ。僕たちをクラスのカースト上に入れてきて頼む。何言ってんだよ、10万じゃねえよ。もう気づいてんだろ、もう大丈夫、もうこれ気づいて乗ってるんだよな、これもう。そういう認識でいいの？もうそういう認識でいいでしょ。いや、でも YouTube 分かってない。嬉しい、あ、すごい嬉しい。さすがに動きてくれてるの
嬉しい。さすがに来たね。超嬉しい。来たね。本物来た。本物来ましたね。いただいたね。初めて言われた俺本物なんて。初めてです。ねえ、こいつうざい。5円からは誰かな。俺のオークション5円から始まってんだけど。嘘の二人5円からおもろいな。震えてる人たちがね、置いてかれてんだよね、今。そう、震えてない人たちにね、置いてかれてんだよ、震えてる人たちがね。俺今5円から始まったのに3円って言われてるからさ。ちょっとおかしいから。オークション知らないだよ。お世話になっております。お世話になっております。すでにね、気づいてる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、ちょっとばかし LINE に潜入してました。よいしょー、どうもー。やっぱり、あ、バレてんじゃん。これで遊ばれてたよ。逆にさ、いじめられてたんだよな、多分これ。ねえ、話してる途中。ギャルがオタクくんに高圧的に話しすぎるやつだ。なんでお前が喋っていいと思ったんだよ。カイト出てきた。あいつ、自分のメガだなよ。あいつ自分のメガネなの。カイトやばい。カイトやばい、これ。カイトやばい。あいつ面白い。あ、このね、ミリアちゃんという子がおそらくこの管理人なのかな、うん、いつかオフチャックへ来てくれると思ってました。普段のオフチャックは推しの話と推しの画像交換に楽しんでます。 YouTube の話もどうだったかとか話しています。またオフチャックに遊びに来てください。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にということで、錦織のファンが面白いなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、拡散、イエーオフコースラインなどよろしくお願いします。よっせおせぶさっ。